Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan, video number 177. Today I would like to talk about the mystery of Japan, Tonkararin in Kyushu and Hiroshima. This is a Tonkararin Tunnel in uh, Wagomi, Wagomi Nagomi, sorry, in uh, Kyushu Island. In Japanese, ご存知のトンンカラリンですでこういうトンネルが、まあ、現在発掘されているだけでも4 6 5メートルも続いているのだそうですね。でまだあの第2、第3、第4のトンカラリンがあるというふうに言われております。中にはもうやっと人が通れるほど小さいですね、まあ、あの大人の人がですよあの小さなあの階段があ,あるそうです。で、まあ、周りの岩もきれいに積まれています。まあ、特にこの写真、注目したいですね。 あの石と石の石組みがです、ね、全く隙間がないことに注目してくださいそしてあの、なんて言いますかね、まあ、この岩を見たときにです、ね、あのクスコあるいはマチュピツの石組みをと似ているということですねそして途中にこう穴がありまして、まあ、上からも覗けてそしてこの下にこう通路があってその先にはまた別のものがあるというようにです、ね、トンカラリンがまあずっと続いているわけですね。 でこのトンカラーについてはまあいろんな説がありますが、まあ、その説を Wikipedia の,あのまあ百科事典の方からあの引用させていただきます。で中にはこんなね奇妙な模様もあるそうです。ちょっと色を変えてみましたが、まあ、ちょっとよくわかりませんね。模様なのか文字なのか。 えー、でまた中央中央というか中にはまたこう岩がね大きな岩があってで周りに階段状のこちらえも物があったりしてまあ、見れば見るほど不思議なところだと思いますで、まあ、この問題なのはこの説明なんですね長さは464.6メートル発見されているとでトンカラリンと音がしたからトンカラリンとまあ、そういう説があるとまあ、それはどうでもいいです、あのー、問題はですねこの次なんですねで いま、えー、だに定説がないと。何で,、まあ、でも考古学者というのは、あのちょっとこう宇宙っぽいものには天文学説、分からないときにはあの信仰説あ、墓ですね、最後にはあ墓を出しますねあの。何でもこの信仰だとか、いわゆるそのセレモニアルな、ね、あの目的で使ったと。で、まあ、第3、第3、4のトンカラリンがあるというふうに言われていると。でですね、問題はこの後ですね、こう書いてあるんですね。 でこのまあ、よくもこれだけこじつけたものだと思いますけども、穴に潜って出ることから、俗から生から死、生から死,死から生への転換で、まあ、こういうのをこじつけっていうんですね、私の言ってることを、あのこ,こうした先生たちはとこじつけと言っておられるだろうと思いますけども、私から見ればこっちのはこじ,こじつけですね、トンネル入って出ることを生から死への、また死から死生へのって、まあ、とんでもない意見ですね。で松本清張氏がですね、 卑弥呼の起動説を発表したと。まあ、これもまあ、とんでもないということはやがて皆さんお分かりなと思います。せいから死ねえ。はっはっはっは、ノー、そうじゃねえんだよと。まあ、グレー、グレーさん小さいですからね、あのー、1メートル前後あれャ弱だと言われてますね、新身,身長が。で、まあ、その理由はですね、このトンカラリンを見てください。このトンカラリンの近くですね、500メートルぐらいのところにですね、実は古墳があるんですね。この古墳です。 この古墳がですね実にこうそれらしい古墳といいますか何度も言いますように古墳というのは上部が平らになっているわけですねまさに UFO の着陸台だということを今まで何度も証明してきましたでここにもあるんです、まあ、これは下の方ですねこれは私のね着陸台だよってグレイさんがそう言っております ね、着陸券だから上着に降りてそこから降りてくる階段があるわけです。その5 0 0メートル先にトンカラリンがあるということなんですね。これはあのもう一つの,あのこの木が左の下が見てくださいね。こう平らになってるの分かりますね。その木,、まあ、木あるべきじゃないと思うんですけど、中にはちゃんと部屋があるんですよ。で、これはあの、まあ、例によって例のごとくお墓だっていうんですね。 何でも最後はお墓に結びつけたがあるんですね。それはお墓として利用しただけなんです。ところがですね、このトンカラリンがなぜあの宇宙人説を私となるかというとです、ね、横の線を見てください。下が桜島です。で、真ん中が阿蘇山です。そこから90度、まあ、正確というよりもちょっとあのずれてますので、2本線引いてきました。下の線がま正確に90度で曲がった線です。で、今、の上のちょっといった阿蘇山の噴火口です。 噴火口、まあ、あの広いんですね、広い車はの、いくつかあるんですけど、そこの間は90度だということなんです。さらにですね、ここから40点より45度よりちょっと多いと思いますけど、まあ、45度ですねあの、まあ、ほぼ45度、この,あの阿蘇山から引いた線に対して、45度の線を引くと引くあ、ごめんなさい、先にこっち行きましょうまっすぐ行くと、先ほど言いました、着陸台へ行くわけなんです。ズバリ行くんですよ、これ、狂いなく。 こういうところにその謎の線で証明できる部分があるわけですね。で、これを45度あの右上の方に行きますと、さあ、どこ行くかご存知ですか、皆さん。いいですかここなんです。広島の、えー、秋津町ってとこ行くんですね。ここがトンカラリンです。あの輪ゴミです。45度で行きますと、そしてここに秋津町へ行くわけですね。広島です。実はこの秋津町にも同じトンカラリンがあるんですね。 これまた不思議ですね。トンカラリンが空き地町にもあるんですね。では、その空き地町のトンカラリンの、あの、これは概略です。やっぱり身長は一点、身長が高さ一点八メートル前後ですね。まあ、子供、我々はグレーなら、背景がありますね。楽に。子供、に、人間のためには厳しいですね。この高さは。そして、中はこのようになっているわけです。一見、石組みはラフに見えますが、後で説明しますが、これは極めて正確に石組みされてるんですよ。 これは秋津町の方のトンカラリンです。秋津町でもトンカラリンという名前がついています。座標はそこに書いておきました。さあ、これが名古見町のトンカラリンです。まずね、こ,のこれ2つ比べてみてください。天井。ね。それからあの下の、ああの秋津町の方が一見雑に見えますね。しかしそうじゃないですね。これ特にこ,のここの部分では天井を見てください。 天井の作り方が、まあこれは同じと言えば同じなんですけどね、周りを石で積んで上から大きな石でかぶせたというんです。このなごみのトンカラリンを見てください。いいですかこの隙間がないんです、岩と岩の間に。全くないんですよ。あのー、これはですね、日本人はこんな技術持ってませんでしたから、ほら、見てください、この右,右のね、この石と石の間の、隙間が全くないんです。同時に左もないんですよ。向こうの正面もないでしょ。 カミソリ1枚入らないとよくよ、ね、クスコだとかマチュピツで言われますけども、日本でもこういうものがあるということなんですよ。全くノーチンクス、クラックスゃないんですね。全く隙間がない。これはあのマチュピツの,あの石組みですけどもこ、こちらの方も全くカミソリ1枚入らないと言われてよく言われますけども、同じように隙間がないんです。 さあ、これがあの秋津町のトンカーレリですけど、どこに特徴があるかというと、この垂直にもう、岩はそのものはデコボコしてるんですけど、遠くから見たらまっすぐになってるでしょ。私も自分の酸素のを作るときに石組みしましたけど、こんなの不可能ですよ。こんなふうにあの石を組み上げるのは。ここを見てください。これはッ,ッツですけども、この石をですね、全くこう、なんて言いますか、垂直にといいますか、直線的にあの組むということは、 あのかなり熟練したってもできませんね。私あのじゃあ本当にあの5年,5年、6年かけて仕組みした経験ありますから、はははは、だからエイリアンを言ってるんです。私たちが作ったんだって。日本人が作ったなんてとんでもないって。とんでもないことは私たち日本人が一番よくしてますね。こんなことはできませんから。でこれは名古屋あのあ 秋津町さらにですね、この2つの線をつなぎますと、えー、この線はですね、プレハビヘア、反対側ね、そして反対側、まっすぐこの2つをきちんと岸角を取ってつなぎますと、なんとテオティカ間とナスカの真中央にやってくるんですね。大体いいこの間になってますか、大体いいというか、和ゴミ町と秋津をつなぐと、正確に、これ正確につないでください。そうすると、えー、このここへ来るということですね、2つの間へ来るということなんです。ですから、ここへ来れば両方の位置が分かるわけですね。 まあもう一つこの学者の先生たちのご意見を拝聴しようじゃありませんか。とんでもない意見ですね。じゃあ、また、see you again on video number 178. Bye!